イリアベトゥジュール。Près de l'entrée du monde de l'art.Qu'est-ce que vous avez? Boudin. Un peu de courage. Si il dépasse, un escalier.L'arc-en-ciel. Monde plein de nouveaux espoirs. De arc.もう少し、もう少し。2月の最後の休日、小風庵、雨上がり、透明な朝日の中、白梅が並ぶ咲き、黄緑の額に白い花びら、手前味噌ながら小風庵の白梅は美しい。紅梅は今日の陽気で少しほころぶだろうか。白い沈丁毛、もう少し。赤い沈丁毛、もう少し。姫榊、もう少し。もう少し、もう少し。雨上がり、天神山。道を天神を忍んで、梅の花。髪を尊ぶ姫榊。永遠に、いつまでも祈りを込めて沈丁毛、穏やかに春待ち、春待ち、もう少し、もう少し。朝日に照らされ、もやが晴れて、雫一つ残して。さて、私たちからのお知らせというか、ご案内なんですけども、まずサンディは何かありますか？はい、あります。来月の4月6日に第7回日本フルートフェスティバルあります。あ、これはなんかすごい人が上に出てるから。はい、ね、佐渡さんも出るんですね。はい、豊かさんですね。あ、はい、うん、そうなんで、今手元にチラシがあるんですけれども、リサの名前が、ちょっとこれは言わない方がいいと思います。プロの方と、そ、ね、それから一般愛好家の、はい、方がそれぞれステージがあるんですね。はい、なるほど。で、なんか面白い曲もありますね。そうですね、うん、はい、楽屋が混みますね。練習から結構盛り上がってます。ああ、そうですか。はい、日にちは4月6日の日曜日、お昼の2時から開演です。大ホールですよ。はい、うん、すごい、うん、いいですね。はい、フルートいいですから、ぜひ聞きに行ってくださいね。はい、よろしくお願いします。はい、以上です。はい、
私がメンバーの一人であるそのアンサンブルオットットという、まあ、3人組のあのグループがあるんですが、このグループが初めてそのコンサートであの自主公演としてあの企画しているコンサートです。タイトルはオットットの朝と昼というふうになっております。これは4月29日火曜日なんですが、これは祝日です。一部二部と分かれておりまして、はい、一部はあの赤ちゃんから本当にあの未就学児のお子様も楽しんでいただける親子向けのコンサートになっています。これは11時から11時40分、はい、なるほど、うん、そして2部からはガラッと雰囲気を変えまして、ホッと一息アフタヌーンコンサートと題しまして、14時から14時40分の間あの、まあ、主に一般の方大人の方向けにコンサートを開催する予定です。場所は、阪急三宮 JR 三宮に、まあ、かなり近い抜群 の, あのロケーションにある多目的サロンのサウンドとはというところで行います。はい、ぜひぜひお越しくださいませ。いいですね。はい、あのお子様連れで来れるというのはいいですね。はい、はい、ということです。はい、ただあのちょっとあの場所が割と小ぶりなところなので、あの定員が20名というふうにあの今設けておりますので、はい、ご興味のある方はぜひお早めにお問い合わせください。メガ白馬そうですね。はい、ご期待ですね。はい、ご期待です。はい、はい、それからまた別にアンサンブルオットットからのお知らせです。5月の17日土曜日に、西宮市のプレラホールの練習室というところで、あの恒例の、まあ、リトミックとあと音楽ワークショップを組み合わせたあの催し物を開催いたします。こちらも一部二部の、まあ、二部構成になっていまして、10時から10時40分そして11時から、はい、はい、11時40分の2回に分けて行いますので、はい、こちらもご興味おありの方はぜひお越しください。はい、マキシさん、オットットの名前の由来は何ですか？はい、まあ、このオットットっていうのはあの本当にメンバーがひょんなことから思いついていて、こうシャワーを浴びながらこのメンバーこのグループの名前どうしようって考えていた時に、まあ、3人いるし音が重なって、あ、オットットっていいんじゃないのっていうふうに考えついたらしいです。決してあの明治製菓の、あの歌詞を真似したわけではないんです。はい、音が3つで、あの綴りをあのアルファベットで書いていただくとお分かりになると思うんですけれども、オットットの O が丸が3つ続くんですね。いいですね。それが音符のように見えるということで、はい、私たちも気に入ってます。ぜひ試して書いてみてください。わかちゃんのミュージックトラブル。ミュージックトラベル、今月のミュージックトラベルはもう本当に久しぶりなんですけど、日本の街を取り上げたいと思います。なぜかというと、私が最近から最近からって言うんですけど住み始めた大阪の街についてミュージックトラベルお聞き願いたいと思います。大阪はですね、調べてみましたら、昔あの大阪湾ってありますよね。大阪湾のあの中にも、もう一つあのちゃんとあの河内って読むんだと思いますけど、河内型っていうのがありまして、でその河内型になってるところが、まだ水がありまして、そこが満潮っていうのかな、満潮の時はあの本当にあの干潟なんですよね。で引き潮になって大阪湾にどっとあの水が流れてきて、それがあの大阪の現在の一番賑やかなところらしいんですけど、だからあの大阪っていうのは地元では何輪っていうんですけど、何輪っていう漢字を見てもらえばわかるんですけど、波が速いって書きます。でその大阪湾に波がこうバーッと流れて出るところを表現して何輪の都って言ったらしいんです。面白いですね。でいろいろあの調べてみまして、大阪歴史博物館とかいうところに出かけまして、あったら上町台地っていうのは本当はあの私が今住んでるところなんですけど、そこは本当に細長いところで、そこが一番大阪では一番こう標高が高い部分で、他は本当にあの低いんですよね。でだからこれひょっとしたら今あの騒いでますけど、
大変なこう気象状況になって、潮が満ちるともう完全に沈んでしまう町じゃないかなとひょっとして心配しております、うん、でその私はその沈まないあたりの、細長い大地らしいんですけど上町大地っていうところにいまして、まあ住所で言いますと大阪市中央区、ね、でここに何はの都っていうのが昔ありましたので何は宮跡っていうのがあります。でそこからすぐなんですけども、ちょうど今風に言いますと天満橋っていう駅がありましてそこは昔の淀川大川というんですけどそこから船を降りてで天満橋から熊野街道ってなってるんですよ。でうちの横がね熊野街道って書いてあります。で本当に熊野の方へ行けるんですけどねこれがちょうど大川さっきの天満橋のところからずっと四天王寺っていうお寺のあるところ辺までずっと私は最近歩いてるんですけども、そこで、うちにすごい近いところが空堀商店街ってなんです。これ空堀っていうのは空っぽの堀って書きます。これももう本当に面白いんですけど大阪城のお堀ですよね。これの一番南側のお堀らしいです。でなぜ空堀っていうかというと、普通の時は空っぽの堀です。水がありません。でも秀吉が考えたのかどうかは知りませんけど、有事の時にはそこに水を引くとそこが堀として立派に役に立つという堀なんです。でこれはすごいですね。でここの空堀商店街で私はいつも買い物をしているんですけどその辺をちょっとビデオに撮ってきましたのでちょっとご覧になっていただければと思います。何しろ昔からの通りなので非常に面白いお店がありまして、ビデオにも撮れたんですけどちんどん屋さんのお店があります。それからちょうちん屋のお店があります。それから変わったこうカフェもあったりで昔からの 酒屋さんなんですよねの看板があったりもう本当にやっぱり大阪ってやっぱり古い町だなっていうのがこの辺の熊野街道を歩くと大変よくわかるようになっております。でもあんまりもうみんなそういう通りはちょっと極端に言いますと過疎化が進んでいてあんまり人がいません。本来、そういうところに人がいる方が大阪としては魅力的なんですけどところがこうやっぱり目抜き通りっていうんですか、そこのすぐ近くは上本町という通りとそれから谷町筋っていうのとに囲まれております。で最後、ちょっと画像に撮ってきたのは谷町筋が一番最後に現れますけどその前にまあやっぱり大阪っていうとそうですね、あそこの心斎橋っていう、一番なんていうのかな繁華街ですよね。繁華街のところに御堂筋っていう、これが一番多分僕はまだ本当に大阪をよく知らないんですけど一番メインのストリートだと思います。でその心斎橋と心斎橋の大丸のデパートがあって御堂筋っていうのもちょっと一緒に撮ってきました。で最近その大阪はなんでミュージックトラベルでやったかというと、大阪に昔からあるその上方の、音楽ですね上方節っていうのかそういうのを最近聞くことができましてなかなかこれが洒落てまして、まあ、本当にね何でもお笑いにしちゃう風土があるのかななんか粋なんですよね。三味線の伴奏で歌われることがもう本当に春夏秋冬のこう庶民の生活それがよくわかる歌でああこんなのがあったのにもう今の日本人はみんな忘れてしまったなと思って残念に思いました。大変残念でした。
そういうこともありまして、今月は大阪の街をちょっと皆さんにこうへーと思っていただければなと思ってミュージックトラベルで取り上げました。ぜひ大阪へ遊びに来てください。今月の宿題は石川県。石川県にちなんだ絵や写真、音楽などジャンルは自由。どしどし加賀100万石分ご投稿ください。そして若ちゃんからもお知らせがあるんですね。はい、これがまた同じ日なんですけどね。はい、5月17日、土曜日です。はい、これいつもの若城ランド、今回で第3回目になります。はい、今度は、シャガールの友人の音楽家の音楽を、ずらっと並べて聴いていただこうと思うんで、はい、ラフマニノフと、からハチャトリアンと、それからストラヴィンスキーまで、はい、ずらっと並べてみました。かなり聞き応えがありそうです ね、我々は大変なんですけどいつものように食事付きなので、はい、6時から食事が、ディナーがつきまして、はい、で、演奏は7時15分ぐらいから始まる予定です。
ロシア料理のお店ですね。そうです、ロシアレストランキエフ、京都の祇園市場、地下鉄上がるとすぐなんですけど、ちょっと南座の、まあ、そう南座の向かいですね。向かいです、はい。ぜひ、いらしてください、いつものように、頑張って演奏します、はい。そしてもう一つお知らせがありますね、はい。だいぶ先の話なんですけども、5月25日、日曜日です。これも6時から始まるんですけど、はい。カフェコンセールって言いまして、喫茶店の中で音楽が聴ける。これももう確か4回目ぐらいですか。前ベッキーと一緒にやりましたけど、今回は全然新しいピアニストを使ってみようっていう、はい、無謀な音楽会ですけど、少し肩の凝らないジャズ風の、クラリネットならこれというメモリーズオブユーとか、それからシャンソンがありましたり、それからちゃんとしたラベルのマメルロアとか、アラベスクとか、そういうのを演奏します。幅が広いですね、はい、そうですねちなみにそれはどちら、そうです、そのカフェの場所はどちら。大津なんですけど、滋賀県の大津、浜大津っていう京阪電車の終点の駅なんですけど、そこから歩いてすぐなんですけど、大津祭りっていう祭りが10月10日にありますけど、その大津祭りの、引き山展示館っていうのがありまして、その隣が、カフェ、コーヒールームって書いてます、たかしっていうお店なんですけど、はい、たかしさんのやってるお店で、もう何回か演奏しました、今回がまた料金は2000円で、同じ形でやりますので、ぜひ興味のある方いらしてください、はい。若ちゃん大忙しですね、はい、すいません